皆さんは自分が死を迎えるとき最後の瞬間を迎えるときについて想像したことはありますかあなたはそのときどのような空間にいてそして誰と一緒にいて どんな音を聞いてどんな匂いを嗅いでそして一緒にいる人とどのような話をしているでしょうか現在日本では約80%近くの人が病院で死を迎えます。 つまり5人のうち4人が病院での死を迎えますこれは日本の一般的な病棟の姿です想像してみてくださいあなたはだいたい70歳ぐらいここのベッドに寝ています 大病を患い徐々に体を動かすのもしんどくなってきますご飯も少しずつ喉を通らなくなっていきます腕を上げることもそして体を起こすこともだんだん難しくなっていきますきっと 痛みや何かもあることでしょうあなたはそのベッドの上で寝たまま天井を見上げています天井にはいつついたかわからないようなちょっとしたしみがあって周りを取り囲むのは真っ白な壁とカーテンそして なんとなく自分と離れたとこにあるような世界にあるようなテレビが一つなんとなく想像しい世界が隣にあります変わり映えのない世界をゆっくりと見ていることになりますこれを想像した時皆さんはどう思いますでしょうか 僕はこれを想像した時にちょっと寂しいかなと今まで生きてきた素晴らしい人生の最後を真っ白な壁想像しいテレビなんとなく染みのついた汚れた天井それを見上げて最後を終えてしまうなんとなく切ないなと思います ここには大病を患い患って60代半ばのお母さんが娘さんと一緒に天井を見上げています先ほど想像したようにご飯も少しずつ食べれなくなっていて体に痛みもあります 本当は娘さんといっぱいいっぱい話したいのに痛みが強かったり息が苦しかったり少しずつ一緒に過ごすのも大変な時もあります隣の娘さんは僕と同じくらいの年齢20代半ばから後半の女性ですこの二人は 今同じ視線をそして同じ体勢で体を寄せ合いながら声を掛け合いながら天井を見上げていることでしょう天井には普段はモノクロで何もないような白い世界が広がっていますしかしこの日ばかりはプロジェクターで色とりどりの 娘さんのの子供時代の写真を眺めておりますこの二人はどのような時間を過ごしたでしょうか病院は病気になった時に体を治す修理工場そうではないですよね これからの医療の現場はどのような現場であるべきでしょうか現在現在に至るまで日本の医療はどんどんと進歩してきて治療技術がどんどん高まってきています治らない病気も治るようになってきて痛みのコントロールがすごくうまくなってきて そして長生きもできるようになってきましたそうなるにつれて病気というものは治るもの治らないものというような捉え方が広まってきたそういう認識が大きくなってきたのではないでしょうか病気について僕が思うことその本質は 病気にしっかり向き合うこと、それが一番大切なことなのではないかとそう思います今でも多くの人々が自分の病や自分の姿に向き合っています皆さんは病,病院についてなんとなく他人事だと思っていませんか 気づいた時に病気になってその時は他人事急に自分事のように降りかかってくるそして急に自分事になるでもやっぱり遠い存在僕はもう少し医療の現場や病院は身近であるべきだとそう思っています 治療についてはどん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 アップデートが繰り返されて病院が本当に日本の病院がすごく良くなってきて世界的にもすごい良くなっていますしかし病気についての在り方や病気についてしっかりと受け入れる場所そういうような考え方のアップデートは少し遅れてきた遅れてきてしまったのではないかなと思っております僕は先ほど 病院が医療の現場がもっともっと身近であるべきだそういうように話したと思いますしかし実際は医療の現場や社会そしてその他の領域はまだまだ大きな壁があると思っています僕はその大きな壁を乗り越えていくための鍵がアート そしてテクノロジーだとそう考えて日々のプロジェクト実施していますテクノロジーは医療,医療やコミュニケーションを革新的にアートはその特性が持つ余剰が医療の現場とテクノロジーを調和していきますこの写真を見てください この写真は、目のセンサー、目線のセンサーを、目の目の向きを取るセンサーです。彼は目を使ってカーソルを動かし、色を選択し、選んだ色がプロジェクターから出力され、部屋の色が変わります。すごく簡単な仕組みです。これを実施してくれたのは、近似ストロフィーという病気を持っている方です。 徐々に筋力が衰えていき自分のできることが少しずつ減っていくそれに向き合わなければなりません彼はこれを実施した後にゲームがしたいそういうふうに話していました今までそういうことを聞いたことはなかったとその場の看護師さんは言ってたんですけどこれ自体が未来への希望の光ではないかとそう思いました そして病院の看護師さんからもこういう話が聞かれました同じような病気を持っていた人ですごく俳句を書くのが好きな人がいたんだけどその人がどんどん書けなくなっていくのが少し悲しかったなそしてその人もなんとなく寂しそうにしてたなとだけどこういうものがあったらもしかしたら最後までとは言わなくてももうちょっと長く 俳句を書くことはできたんじゃないかなとそういうふうに話していましたこの病院では先ほどのプロジェクトを実施した後にまだまだ自主的にプロジェクトを続けていってくださっています七夕の時期には星を見せてあげたいそういう思いでスタッフの皆さんが協力して実施してくれました 手を動かすとカーソルが動いて星が流れたり星座が現れたりそういったデジタルアートです医療のスタッフの方が小さな子どもの手を取り一緒に手をかざしてデジタルアートを楽しんでいますリハビリをするときにいつも筋肉はこわばっていたこの子ですがこの時ばかりは 一緒に筋肉を緩めて楽しんでいたそうですスタッフの皆さんからも笑顔がこぼれていましたテクノロジーは今後どん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 ん発展していきますコミュニケーションが難しいハンディキャップを背負った人も自由にコミュニケーションを取ったり自由に表現したりそして最後まで自分の好きな音楽を選んだり 好きなな映画を見たたりりそういういいこととが当たり前になってくると思います病院にいるからだからこそいろいろな表現ができるそういう子だって現れてくるかもしれません彼はイベントの時に一緒にダンスバトルを繰り広げた少年です車椅子生活をしている中学生 普段使い慣れた Wii のコントローラーを使ってダンサーの影を操っています憧れのダンサーと一緒にダンスパフォーマンスをして周りを沸かせました人は病を患った時にとても辛い思いをしますそして僕らみんなはこれから 死にについいてて向き合っていくことになりますそれは自分の死だけでなく身近な人の死も向き合っていかないければならない時が来るかもしれません僕らには何ができるでしょうか生きているすべての人病気を抱えている人障害を持っている人と 真剣に向き合いそしてこれから死を迎えていく人と真正面から向き合うことが大切ではないでしょうか最後にもう一度この写真を見てください皆さんはこの写真を見たときに自分ならどういうことをしてほしいこれが家族ならどういうことをしてあげたい そういうふうに思ったことなどありませんでしょうかその一つ一つが医療の現場をよくしていくアイディアになります皆さんがアイディア小さなものを積み重ねていくことで医療の現場は本当によくなっていきますこれからの医療の現場を作っていくのは 僕たちそしてここに会場にいる人みんなになると思いますこうしてみんなで作っていった一つ一つの笑顔がきっと病院以外の世界を明るくしていくことでしょうそして病院が開かれていって医療の現場が開かれていって社会と共に同じ方向を向いていく そうしたときにもっともっと外に出ていった人が新しい世界をつくっていく、そういう世界がこれからの素敵な医療の姿ではないでしょうか。ありがとうございました